社会思想とは、社会についての思想的考察を指す。真羅万象の現象を、自然、社会、人間と3分すれば、それぞれについての考え方、思想というものは、自然についての思想、社会についての思想、人間についての思想の3つになる。そのうちの、社会についての思想が一般に、社会思想と言われるものである。その思想なるものは、単なる思いつきや、 断片的なエッセイではなく、まとまりのある一つの主張として、記述されたものでなければならない。古今東西の社会思想の中で、独自の社会思想を構築したものは多いが、その中で、社会思想とはどういうもので、どういう要素を備えたものでなければならないか、いわば社会思想類経論を唱えたものとしては、日本の河合英二郎が特筆である。河合によると、 講義の社会思想は次の4つの要素を備えている。そのうちの3社会思想が競技の社会思想である。河合はマルクス主義の体系、ベンサムの体系、ジェース・ミルの体系などを調べて優れた社会思想の体系は上記のような構造になっていることを突き止めた。ただ、各社会思想家によって力点の置き方が異なっていたりするのは事実である。例えば、 に、現存社会の分析、解剖や、四世実相なしに三社会思想だけを唱えたのが、空想的社会主義であり、1、2、3、4がバランスよくすべての分野で理論を持っているのが、マルクス主義やベンサム、ミル思想である。今のところ、この世に要素説に変わるべき考え方は誰からも、出されていない。カワイモデルにより、マルクス主義の社会思想体系を分析すれば、次のようになる。 河合モデルによりイギリス労働党の社会思想体系を分析すれば次のようになる。社会思想と政治思想の違いは河合のモデルから言えば目的と手段の関係にある。つまり社会思想は目的であり政治思想は目的達成の手段、方法である。現実の思想では目的を述べるとともに手段についても述べることが多く。 社会思想であるとともに、政治思想であることが多い。現在問題となっているのは、哲学、倫理学、法哲学、政治哲学、経済哲学などで影響を増しつつある、正義論と社会思想との違いである。どちらも理想の社会とか状態を述べるが、社会思想はその社会像を述べるのに対して、正義論は原理を述べる。具体的な著作で比較すれば、 社会思想書では、現存社会の分析や政治思想や、社会運動をも加えて叙述するのに対して、正義論の書ではそういう叙述はなく、原理の可否、妥当性のみを論ずる。以上の社会思想を人類の最初から現代にまで一望のもとに眺め見るのが、社会思想史である。その社会思想史を、どのように叙述するべきか。河合の社会思想モデルによれば、 各思想家ごと、あるいは、各流派ごとに、一世界観、哲学、二元存社会の分析、解剖、三社会思想、四政治思想を述べていくことになる。現実の社会思想史書では、そのようになっているものは少ない。現実の社会思想史書を類型化した研究所に、高島全財、水田洋、平田生命、社会思想史外論があり、 そこでは次の類型が示されている。現実的な分類法としては、一条期一 B の変革思想つまり、社会主義思想のみを取り扱うものと、にそれにプラスするに、改良や保守をも対象とするもの、三それ以外のものの三分法が分かりやすい。日本で最初に著書の名称に社会思想史を使用したのは、河合英二郎である。河合著の 社会思想史研究第一がそれである。日本で刊行された社会思想史と銘打った書物は、大正時代以降150冊を超えるが、そのうち西洋一国ではなく、西洋全体を扱ったもので、編書ではなく、著者単独によるものとしては、次がある。そのうち、何を社会思想史の対象とするかの説明記述があるのは少ないが、中身によって判断するしかない。 上記三分法によって、社会思想史書を分類記述すれば、次のようになる。社会思想史で取り上げるべき事項としては、何が社会思想なのかの考えによって変わってくるが、一般的には次の事項が指摘できよう。河合栄二郎、社会政策原理、河合栄二郎全集第3巻、302から303ページ。青木育氏は、河合のモデルを修正し、 発展させている。その要点は、三社会思想を三 A 国家の経済政策と、三 B 個人の行動との二つに分けることである。こうすることにより、ソ連社会主義と、イギリス労働党政権との違いが鮮明になるからで、ある。前者は三 A イコール社会主義、三 B イコール従属主義であり、後者は三 A イコール社会主義、三 B イコール個人自由主義である。 青木育士、河井栄二郎の社会思想体系春風社、2011年、61から62ページ。マルクス主義や、それに近い筋も大筋四要素を認めている。ただし、1、世界観、哲学は、社会思想とは別個であり、講義の社会思想は、2、現存社会の分析、解剖、3、社会思想、4、政治思想の三要素とする考えが強い。 穂ズ文雄は、河合用語の、現存社会の分析、解剖を、現実の社会に存在する欠陥の認識に、社会思想を、現実の社会を超えた理想の社会のビジョンに、政治思想を、全二者をつなぐかけはし、理想ビジョン実現の道に言い換えている。穂ズ文雄、近代社会思想史、ミネルヴァ書房、1965年、26から27ページ。 日本のマルクス主義政党は20世紀最後半において、用語を変更し、主として政治思想を変更しているかに見えるが、マルクス、エンゲルスがどう考えていたかの立場から分析すれば、こうならざるを得ない。河合英二郎、社会政策原理、河合英二郎全集第3巻、339から404ページ。青木育史、河合英二郎の社会思想体系春風社。 2011年164から166ページ。河合は、イギリス労働党の思想は、トーマス・ヒル・グリーンの流れを組んで、ほとんどが理想主義的原理に立つとしたが、現実には、ハロルド・ラスキーや、バートランド・ラッセルなど現実主義的原理に立つ者も、いる。このことを指摘したのは何人かいるが、最近では、青木育史である。青木育史。 河合栄二郎の社会思想体系春風社、2011年、126から127ページ。河合栄二郎、社会政策原理、河合栄二郎全集第3巻、423から439ページ。河合の社会思想史としての著作としては、次がある。社会思想史研究第一トーマス・ヒル・グリーンの思想体系、社会思想家評伝。 英国社会主義史研究などがある。それぞれ、河井英二郎全集第3巻、第1から2巻、第7巻、第5巻に収録。高島全在水田洋、平田生命、社会思想史異論、岩波書店、1962年、4から7ページ。この立場では、社会科学者が考える、社会像の歴史ということになりかねない。極端に言えば、 社会科学史である。社会科学者でないものが社会について考えたことは考察の対象外になる。ちなみに、神明制度は社会学者である。この立場では哲学史で論ずべきもののうち、社会についての部分のみを集めた哲学史の一分野となる。ちなみに、阿波野康太郎は哲学者である。第一としたのは後に、第二の著作を予定していたからである。 この書の内容は、イギリスの一定時の社会思想である。つまり、アダム・スミスから、J.S. ミルに至る実期のみを扱っている。本書は副題にもある通り思想の社会史である。本書は自由主義、マルクス主義に全く触れていない。本書は副題にもある通り、有名な哲学者、社会科学者の社会観、社会像を指摘展開している。一種の社会科学史となっている。 本書は副題にある通り正義論の歴史となっている。本書は類書にはなく、キリスト教の観点から描いている。ありがとうございます。